アンディエットルニエは、フランスのハープ奏者、作曲家。経験で金欲的な信仰心のうちに、製品に甘んじて過ごしたが、女性の社会進出がまだ受け入れられなかった時代に、あって自立し成功した女性芸術家の先駆者となった。独自のハープ指導法を確立した名教師としても知られ、著名な門弟に、カルロス・サルセイドやマルセル・グランジャニー、ハープ・マルクス。 スーザン・マクドナルドらがいる。父ジャン・エミール・ルニエは、テオドール・ルソー文下の画家の卵であったが、家業の建築業を継がなかったために感動され、オペラ座の舞台俳優として、生計を立てていた。だが、当園の娘、ガブリエル・ムシェと結婚し、妻が妊娠すると役者を引退した。兄弟は、兄が4人をおり、上の3人はやんちゃであった。ルニエは兄たちと遊んでいて、 花を骨折したことがある。一方、ルニエは4男をフランソワに懐き、片時も離れようとしなかった。長寿手からも両親と親密な関係にあり、父親が他界するとルニエが母親を経済的に支援した。また、難聴のために希望が持てずにいた兄フランソワとも、生涯を通じて親しい関係を続けている。5歳になる前に、ピアノの手ほどきを受けていたが、 5歳の時にアルフォンス・アッセルマンを主役にした演奏会を見かけてあの人に先生になってもらうんだと言い出す。だが8歳になるまでハープに触ることはできなかった。セバスチャン・エラールの音楽教室でアッセルマンに指示。1885年にパリ音楽院に入学し、10歳の時ハープ演奏で自席となる。だが11歳で主席になった。モデルケースとして 異例の措置が取られ、当時14歳以下に立衆が許されていなかった、家政法と作曲の講義への出席が許可される。テオドール・ディボアや、アンブロワーズ・トマ、ジュール・マスネラから作曲するように激励されたが、自作のアンダンテレジジュを総教師たちに見せるまで、6週間も、これを隠し続けていた。ルニエは、女性は家に留まるものとの発想に慣れきっていて、 人目を集めることは気乗りがしなかったのである。12歳で音楽院を修了すると、フランス中で演奏し、パリの随所で弟子を取った。ルニエは、早くから教師としての偏林を示し、兄の友人にハープの手ほどきをしており、音楽院の優等生として評判が立つと、パリの至るところから自分よりも倍以上の年齢の入門者が集まった。十五歳で最初のリサイタルを、 パリで開くが、両親はアッセルマンの名をオーケストラの指揮者としてプログラムに印刷することを出現したばかりに、この急死と不和を起こしてしまう。結局ルニエはアッセルマンをなだめるために、未然を切ってプログラムをすり直したが、その後もアッセルマンとの一触即発の関係は続いた。アッセルマンはルニエに音楽家志望の学生を回そうとせず、花嫁修行のために、 ハープの手ほどきを求めるような身分の高い女性ばかりを送ってよこした。ルニエは真剣な入門者が来ると極秘で指導に当たらなければならなかった。時が経つにつれてアッセルマンはルニエの演奏会に指揮者を紹介することさえ拒み、ルニエの未出版作品の一部を断りなく自分の授業に流用した。それでもルニエはアッセルマンに誠意を示し続けた。 1901年に音楽院在籍中に着手したハープ競争曲派長長を脱行させる。ディボワの助言を入れてカミーユ・シュビアールに目を通してもらい、いくつかの演奏会で上演する運びとなるが、不幸なことに21歳の時からルニエは意を弱らせており、病心に鞭打って演奏活動を続けたにもかかわらず、とうとう一回、シュビアールの指揮するコンセールラムルー管弦楽団との コンサートを延期する羽目になった。それでも自作の競争曲の上演によって、ルニエはビルトゥオーソとしても作曲家としても名を挙げ、しかもハープを独創楽器とするのに一役買い、他の作曲家によってハープ曲が作曲されるようになった。1903年にはもう一つの出世作、伝説曲レジェンデをル・コント・ドリールの妖精たちレイエルフスに基づき作曲する。 同年に1歳のマルセル・グランジャニーをパリ音楽院に送り込むが、アス・セルマンは、グランジャニー少年の入学を一周した。翌年に、少年は入学許可を得たものの、実技試験に参加することを許されなかった。13歳で、初めて実技試験に参加して、主席に輝いている。グランジャニーは、ミルドレッド・ディリングと共に、後にルニエメソッドを米国に導入することになる。 1912年になって、アッセルマンと和解する。体が言うことを聞かないので音楽院では、教鞭が取れぬ、自分の地位を引き継いでもらいたいと、アッセルマンに要望されたのである。だが当時、パリ音楽院の気学科上級クラスに、女性教授はいなかった。しかも、政府の指図で、パリ音楽院は教育省に、その任命の承認を仰がなければならなかった。結局ルニエは、 進行が、あだとなって採用されず、マルセル・トゥルニエが公認教授に選ばれた。偶然とはいえ、アッセルマンは、ルニエの落選を告げられた日の晩に亡くなっている。その後ルニエは、エコール・ノルマル音楽院からの就任要請を断って、1914年にルニエ・ハープコンクールを主催した。サルセドや、グラン・チャニー、ピエルネ・やラベルといった早々たる顔ぶれを審査員に迎え、 覇者にはかなりの賞金が授与された。第一次世界大戦中はハープ指導によって成形を立てつつパリから90キロの距離で戦闘が続き市内にリッケベルタの砲火が炸裂する中ですらほとんど夜ごとのように事前演奏会を行って困窮する芸術家に匿名で至急送金した。戦後はトスカニーにより ハープ奏者として契約するように要請されるが、母親の健康の衰えを理由に話を断っている。1922年にレジオンドヌール勲章の受賞者に推薦されるが、宗教的信条を理由に、またもや受賞を拒否した。ルニエはラジオ放送に出演し、1926年にはコロンビアレーベル並びにオデオンレーベルにて録音活動を行う。 ルニエのレコードは3ヶ月で売り切れとなり、中でも小さな妖精たちの踊りドンスデルトンの音源はプレデュー、ディスクショーを獲得するも、スタジオ録音にルニエは憔悴し、二度と録音の契約を更新しようとはしなかった。1927年には、日記の中で過労で疲労困憊している胸をこぼし始める。病気のために演奏会を延期したりキャンセル、したりせざるを得ず、 苦痛や不安を覚えるようになったのである。第二次世界大戦中は出版社の要望に応じてハープ奏法の執筆に取り掛かり、その完成に傾注した。この著書はルミエの教授法の重要性を物語っており、グランジャニーやディリング、マクドナルドら主要なハープ奏者によって教材に採用された。 フランスの休戦協定が結ばれると入門者がルニエのもとに舞い込んでは世界中の音楽学校に向かって教師として散らばっていった。座骨神経痛や神経炎に加えて冬には気管支炎や肺炎の長患らいや消化器の感染症により危うく死にかかったものの大量の鎮痛剤を服用しながら指導を続けた。トゥルニエが パリ音楽院での35年間の教師生活から身を退くと、ルニエは公認教授に就任するよう要請されたが、トゥルニエよりも自分が年長だからという口実で、なぜかその申し出を断っている。だが、ついに、レジオンドヌール勲章は受賞した。その翌年に、伝説曲を含む演奏会を開き、この曲を弾くのもこれきりになるでしょうと述べた。 それから数ヶ月後の1956年3月に天寿を全うした。10代の時に家族でノルマンディのエトレタで秘書を過ごすようになるまで、ルニエは同世代の若者と交わることがなかった。いつも働き詰めだったので、友人といえばアッセルマンの娘だけで、しかも彼女も自分の弟子の一人であった。兄の友人たちから思いを寄せられてはいたものの、自分の芸術や、 音楽活動を犠牲にしてまで、男性と暮らすことなどできないと、心に決めていた。アンリ・ラボーからの求婚も跳ねつけている。後に、シュビアール夫妻、とりわけ反毛の声楽家、シュビアール夫人と信仰を重ね、精神的に啓発された。兄たちが名誉のために軍隊に進んだため、ルニエは兄たちを経済的に支援せざるを得ず、馬の購入代金を立て替えている。それだけでなく、 自分のハープを揃えるにも自腹を切らなければならなかった。経済的に苦しかったにもかかわらず、弟子たちに楽器を見立ててやるのに、手数料をせしめようとはせず、時には無料で指導することもあった。ルニエは、フランス第三共和制が、政教分離を模索する中、金色の十字架をしつこく身につけ、自分の教会支持をあらわにした。このため、フランス政府より、 共和制の敵として睨まれた。自分の信念をきっぱり貫く将軍であり、友人や弟子たちが恐れる中、ドイツのプロパガンダのポスターを破り捨てるという面もあった。ルニエは、セバスチャン・エラールのダブルアクションペダルハープの普及に批判的で、楽器職人のギュスター・ブリオンにペダルについて手放しで不平不満を漏らした。これがきっかけで、 クロマティックハープが発明されることになったが、皮肉にもルニエがブリュッセル万博でエラールのハープを実演したことから、クロマティックハープはダブルアクションハープに接見される結果を招いた。エラールの後継者サルビーはルニエ型ハープを開発しており、フランス学シーンはルニエハープ音楽作曲賞を制定した。ありがとうございます。